ミュージカルジェイミーに出演させていただきます田野優香です。よろしくお願いします。夜型、アロマキャンドル、トイレ、何食べたっけ、やばいですよね、これやばい。何食べたっけ、あれ何食べたっけ、全然思い出せない、どうしよう。でもカフェラテは飲みました。ちょっと何食べたっけ忘れちゃった。これがあれば最高。その食べ物は、最近めちゃくちゃお寿司も入ってます。一番のリラックスタイムは寝る前にアロマキャンドルを炊いて、学生時代の得意科目は体育です。好きな言葉はおはようございます。計画的、衝動的、あーどっちもある、どちらかというと計画的です。自分を一言で表すなら、騒がしいの感じ、騒がしいって感じ。高校生の時の夢は、あ、高校生か、なんだろう、あ、でも舞台女優ですかね。ダンスは続けてて、これでもです。ありがとうございました。はい、ちょっとバタバタでしたが、皆さんぜひ劇場でお待ちしております。